静止画かと思いましたか？違うんです。本日は私とエレーナで、あのね、ファッションバトルをしようと思ってるんですけれども、はい、今日はちょっと特別ゲストをお呼びしてございます。まずはちょっとそちらにご登場いただきましょう。はい、レオくん。レオくんと申します。よろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと改めまして、葉山純奈とレオくんとエレーナです。はい、はい。で、今日はですね、私がやっていますジェンダージェスっていうこのね、はい、ブランド、今ちょっとエレナと私がジャージ色付きで着ておりますけれども、はい、同じものをどういう風にコーディネートするかっていうのをちょっとお届けしつつ、コメントしていただけるということで、じゃあコメントしようかな。はい、はい、ではよろしくお願いいたします。お願いいたします。じゃあまず1着目着替えましょう。はい、はい、はい、いってらっしゃい。準備ができたようなので、早速呼んでみようと思うよ。まず一人目、もう笑っちゃってるね、葉山純奈さん。もうほんとなんか子供番組みたいで。私はもうね、ありがちな葉山っぽいコーディネートで。そうですね、はい、今回はね、このね、パンツを同じのを使ってエレーナと私流のコーデということで、じゃあエレーナちゃん楽しみですね。エレーナちゃんはどんなコーデを見せてくれるんでしょうか。はい、エレーナちゃんおいでー。めちゃめちゃシンプルに、さすがですね、ちょっと大人っぽく。そうですね、はい、同じパンツなのにこうも見え方が違うのか。みんなはどっちが好み。年齢、ね、考えるみたいな感じになってますよね。すみません、本当に。だっていつも通り、いつも通りですね、うん、変わんない。夏を待ってます。これだったら秋口もいけそうだもん、うん、そうですね、一年中。もうちょっとそこまでコーデ、はい、ちょっとそこまでコーデ、ちょっとそこまでコーデ。私はもうパーティー行きますよ。パーティーっぽいです。今夜飲むぞみたいな感じです。先生いかがでしょうか。いかがでしょう、はい、とっても二人とも素晴らしいと思います。でもどうしよう、どっちか選ばなきゃいけないやつ、これ。あ、選んでもらおうかな。じゃ じゃあどっちが好みですか。あ、そうです、ね、勝手に、はい、ちょっと後ろ姿を ご鑑賞ください。ドゥク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 、こっちかな。やっぱ女のセクシーさを感じるでしょ。ありがとうございます。そう、ちょっとボーイッシュな感じがするけど、そうそうそう、こっちの方がザ女、男をゲットするならやっぱりこの男を見せびらかせばいいんじゃないかな。はい、ではじゃあ次のコーデ、次のコーデ、みんなバイバーイ。バイバーイ。着替え終わったみたいです。じゃあどんな格好をしてるんでしょうか。このまま先行はエレーナさんから登場していただきましょう。バーン、はい、いつも通り。そう、これぞ私っぽいかも。これぞ私ですね。もうちょっとしたパーティーにもディナーにも行けますね。さりげなく入ったジェンダーもいいですね。はい、じゃあ続いてみんなどう思うかな。葉山純奈さんの登場です。どうも、ちょっと昭和から飛び出てまいりました。本日は全く同じジャケット着ておりますよ。同じジャケットでもこうも違うか、同じ動物柄を着てこうも違うか。本当だ、アニマル、ね、私ホントホステス時代を同じなんですよ、これは。あ、ごめんね、すいません、すごいズボラでした。このブランド名がポイントは、え、ポイントですか。あのもうこの中と外のギャップ、あ、はい、これ脱いだらね、すごいことになりますね。すごい、今夜脱がせてみるみたいなね。あ、そうそう、ベアワンピーな、本当にボディコン、お立ち台で戦争をボイボイ言わせてほしいですね。これね、ショートだけでね、あの可愛いだけ。そうなんですよね、丈が。これうちらの実は制服だったんですけど、あのもう熱烈コールをいただいて、みんなが着たいっていうことで、はい、急遽作ったやつです。ラインがめっちゃ綺麗です。可愛いでしょ。純奈さんが S。はい。私 L ですよ。L サイズ。L 着てます。はい、うん、身長差がね、意外と私エレーナとあるから。肩もいい感じ。はい、形可愛い。うん。かっこよ。僕も着ようかな。着れないと思うよ。じゃあ、はい、これも
選ぼうと思うけど、う、ね、もうこれもうみんな分かってるよねみんな分かっちゃってるよね僕がどっち選ぼうとしてるか。今令和だよ。私だったらこれ着てスターバックス行けるなっていうのどっち？どっちどっち？どっち？エレーナに決定。負けいくからだったじゃん。もうスタバ持ってる。そう、スタバ持ってそう。行けるからね。行くからね、これで回。次のコーデ何かね、はい、楽しみだね。はい、というわけで、もう一回見る2人とも、いってらっしゃいませ。はい、行ってきます。あん着替えに行っちゃったねなんかブツブツ喋ってる二人であのヒョウ柄のやつどこで売ってんの。巣鴨でも売ってないよね。あんな可愛いけどね、葉山ジョンナだから着れるよね。あれあれ私たち着たらとんでもないことになっちゃうし、座ったらデブになっちゃうよね。わかる？立ってたら痩せてるけど座ったらデブになるの分かる？僕そのパターンなんだけど分かる人いるよね。なんかあ寝てる時と立ってる時痩せてるんだけど座るとデブ、はい、そろそろ色味欲しくない？白と黒ばっかだったから色味欲しくない？というわけで先行葉山純奈さんでーす。色味加わりました。実はこれさっきの色地なんだよね。赤パンで最初のやつ、はい、これ最新のね T シャツで、え、欲しい、かわいいでしょ。白がいいな。これ白ないよね。あ、ないです。これはね、しかもでもね、あのファミリーで着てもらえるようにキッズと大人用も2サイズ用意してます。で今回はね T シャツ縛りなので、エレーナもまた違う T シャツを着てます。楽しみですね。はい、楽しみですね。というわけで、ね、エレーナちゃんに出てもらっちゃおうかなさすがでございます。何でも着こなすね、はい、私は柄をまたすごい見せ方ですいや、この T シャツね、結構ね、うん、あの騒がしい画像ですけどはい、こんな感じで。あ、いいじゃない、いいじゃない。前が刺繍になってるんです。あ、そうだよね。前シンプルいいね。これは結構カラバリあったよ。あ、じゃあ結構じゃねえわ。あ、でも白4色。あ、これはね、ニューロゴなんです。めちゃくちゃ可愛いんですよ。めっちゃ東京が、ちょっと読みづらいですけど、東京とか。え？可愛いでしょ。東京。これ実は前も超可愛いんだけど、縛っちゃったけど。ほら。あら、いいじゃない。コインみたいね。そう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 。そうそう、コイン。東京以外でも着ていいんですか？あ、どうぞ、もちろん。山口県の皆さん。ピンポイント。わかんない。なんで山口なの？山口県の皆さん。ぜひ東京来てくださいな、はい、これね難しい。これ難しいよね、うん、私あのコーデとしてはこう。え、これはどこかに行く設定ですか？行かない？行く設定。でも部屋着、これ部屋着やめ、部屋着失礼か、部屋着失礼か、部屋着失礼か、部屋でお腹を出すという意識、うん、でも可愛いよな。なんかちょっとダンサーっぽい感じね、うん、学園祭コーデだね。そうだね学園祭の女コーデだね、はい、でこっちは普通にシンプルに可愛いよね。ちょっと出かけられるかな。そうだね、これも出かけられるぞ別になんかさっきから出ねえみたいな感じけどどうよ。でもデートするんだったな。もう終わったと思うな。え、いやいや、でも、うん、男はそうだよ、ちょっと出てる方が。そうだよ、こっちでしょ。ありがとう。え、男だったらこれと一緒に歩きたくない？本当に、うん、セブン行きたくない？これで松屋と、松屋と、松屋とセブン行きたいでしょ。こっちはこっちだったらどこ行こうかな。え、どうしよう、サイゼサイゼ行こう、ファミレス縛りガスとかサイゼ行こう。こっちね、こっちセブンイレブン、セブンコンビニね。親近感湧いちゃった。喫煙所行きたいね、一緒に喫煙所サイゼコーデ、はい、はい、ではラスト、あとラスト次、はい、ラストです、ね、寂しいな。でもラストはきっとすごいおしゃれしてくると思うよ、はい、というわけでみんなまた待っててね。バイバーイ。
まだかな。あ、来た。最後のコーデ来ちゃったよ。目な、マシドウしくてモズモズして痒くなってきてない？ジンマシン出てない？大丈夫？というわけで最後はこのパンツを使ったコーディネートでございます。では今度はエレナさんから登場してもらおうかな。じゃーん。いやー、これもいつも通りで可愛い。はい、おしゃれやな。お尻が小さい。これちょっと、ちょっと私カメラワークしましょうか。あ、すいません、もう柄を見ていただきたい。皆さん見えますか？はい、見えるかな？見えますね、はい、柄に柄を合わせるという、いいじゃない、メターで締めるという、ね、いいじゃない、強めのコーディネートですね、うん、強めな女、テーマは強めな女、こうやってオールバックオールバックかっこいいよな、そうしてほしいですね、はい、ちょっと濡らしたけれどもあんまり、あ、わざわざと、はい、セクシーなんでこんな美人なの？うちら髪の毛濡らしたって、そうだよ濡らりひょんみたいなじゃんからねというわけで次、葉山さん、はい、はい、ほら、みんなもうこれ見慣れたんじゃない？あ、そうなの、実はこれね、あのちょっと同じパンツなんだけど、これをうちら気に入りすぎて、そうなんですよ、これまだ実は出てないんですが、セットアップで出そうと思っているサンプルです。はい、サンプルオフィスに使用しておりますこれね、僕あだ名つけたの。何ですか？おばあちゃんのお財布だ。ふざけるよ。お財布コーデ、お財布コーデです。でもエレナのこれもほら見て、おばあちゃんのスカーフ、スカーフだからおばあちゃんコーデ、おばあちゃんの座布団みたいなやめてよ。こういうハンカチ持ってる。ちなみにの情報なんですけども、うん、こちら、はい、販売される際にはVとラウンドが良いじゃない、リバーシブルでできるようにしようと思っております。好きな方でね、皆さん。しかもセットアップでおりますので、このパンツは別で今も販売中なんですけど、はい、下にショーパンをつけてセットで販売したいなと思っております。 お楽しみに。耳寄り耳寄り耳寄り情報だよ。報だよでも葉山さん V 着れないね。なんで V 今着てますけれども。あ、寂しくない？なんか寂しい。何寂しく、こいつ谷間の方だよ。そんなことないよ。おっぱいはなくても大丈夫。そう、うん、なくてもこんなに可愛く着れる。じゃあせっかくだから一人ずつポージングしてもらおうと。ポージングしてもらおう。揃っちゃった今。じゃあ選んじゃおっか。はい、選んでください。どうしよう。さっき何でしたっけ、デート行くならだったんで、これ自分がしてみたい方。あ、そうだね、そうだね、僕が、そうですね、僕がもし女性だったらどっちのコーデをしてみたいか。ドゥク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  ASMR。 全然関係ない。じゃーん。エレナしてください、このまま。ライダースじゃないけど、革好きなの、合皮だけど。そうそうそう、お安くね、試せるんで、ね、かっこいいし、ね、下のパンツ、ね、かっこいいよね。そう、なんか上がこうだもん。下見えてないでしょ、フレアなのよこれ。あ、そうなの。そう、ほら見てごらんなさい、素敵ね、これほら50年代を思わせるとても懐かしいデザインになっております。でも今また来てるからね。そう、また来てるの。そう、フレア、我らの時代がまた来てる。美脚効果半端ない、半端じゃない。足長く見えるしね。そう、これにヒールを合わせて履いてほしいです。ちょっとどうしても見せたいんだけどね。全然見せない。何何、いくよみんな、フレアパンツ見て。じゃあ葉山さん締めて。あ、そうですね、はい、今日はこんな感じでレオ君にお付き合いをいただきまして、コーデバトル動画となりました、はい、本日、はい、参加してくれましたレオ君のインスタグラムがこちらとなっております。ぜひフォローしてください。してね。はい、そしておしゃれ番長ことエレーナのインスタグラムがこちらでございます。お願いします。フォローお願いします。で、私葉山のインスタがこちらとなっております。はい、
ではチャンネル登録の方もしていただきまして、また動画の方待っていただけたらなと思います。はい、次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。バイバーイ。